こんにちは、マシです。ご視聴ありがとうございます。本日もやってまいりました、琵琶湖ガサガサ探検記。今日はですね、ちょっとアプリの紹介をしたいと思っています。今 Google さんが出してるアプリで Google レンズっていうものがあるんですけどね、これすっごい機能いいんですよ。このね、 Google レンズを使ってですね、今回はね、童貞の方いろいろしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。はい、 Google レンズの紹介なんですけどもね、ごめんなさい、ちょっと画面汚いんですが、ここにレンズってあるの分かりますかね。で、 Google レンズ、これですね、これをですね開くと、カメラモードに切り替わります。カメラに切り替わった後にですね、これを写真を撮ります。はい、これでね、写真を撮るとね、なんとね、類似したものがこれ出るんですね。欧州ヨモギっていうのが出てきてますね。まあ欧州か普通のヨモギなのかっていうのは、ごめんなさい、ちょっと僕もあんまりね、植物詳しくないんでわかんないんですけど、こんな感じでね、結構ね、候補が出てくるんですよね。今日はいろんな魚をね、見つけていきたいと思います。さあ、では早速ですけれどもやっていきましょうか。これは取れるだろ、これは絶対取れる。おい、へい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 、魚来ましたね。おっと、これカワムツですね。結構この日炭とかって絶対ね、難しいと思うんですよね。日炭って白止めにしたらもう魚全部同じやんけみたいなことを言う人もいるぐらいね、やっぱ難しいんですよね。地味ですし言ってしまえば地味ですしね、なかなか分かりづらいと思うんですけどね。ちょっとこういうのをね、 Google レンズさんしっかり童貞できるか見ていきましょう。多分ザリガニいそうだな、ね、はい、いい、ザリガニザリガニザリガニ大量すぎるな、ここ。お、よしのぼりやっとよしのぼり入った。僕ずっと気になってたんですよ、このトゲトゲのやつ。これね、トゲがね、結構ウェダーに刺さっちゃって穴開いたりとか結構するんですよね、このトゲトゲのやつ。今花咲いてるしちょうどいいわ。 Google レンズのいいところはですね、これ別に普通の写真撮ってもいいんですよ。お、いいね、あ、いいねそうなんですよ、こんな感じでね、こういう写真を撮っておいて後で調べるっていうのができるんで、これもめちゃくちゃ便利ですよ。お、ハグロトンボ綺麗だね、美しい青。この辺りはトンボがいろんな種類がいるな、綺麗だ。おお、でっかい4個、でっけでっけ。おお、でっかいね、いやー、でかいでかいでかい、いいどんこだ、でっか。ああ、これヤゴ、何のヤゴだろう。こんなんもさ、 Google レンズどうなんでしょうね。これいけたらすげえよ、 Google レンズ。でっかい魚一個もいないんだよな、これ。うおっと思ったらなんかいた。あ、なになになに、あ、ナマズだ、ナマズナマズだ。ほい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 、よいしょ。さあ、もうザリガニ得てザリガニはもう得て、めちゃくちゃおんな、ここ。餌にいいぐらいのサイズだからありがたいんだけどね。よいしょ、あんまゴミも言うほど多くねえしななんだここ、マジでザリガニしかいねえぞこれ。大丈夫かこれ、魚いるだろ、魚。ザリガニやっぱザリガニか。ここも隙間空いてる。ザリガニ以外、ザリガニすげえザリガニ以外が欲しい、ザリガニ。うーん、カワムツとザリガニ、ザリガニが入らないことがない必ず何かとザリガニが入る。ザリガニ、ザリガニしかいないのか、ここは。ザリガニ 100% ザリガニだろうな、ここは。うん、ザリガニ、もう勘弁して。よいしょ、はい、ザリガニもう得て。さあ、 Google レンズちゃん、このヤゴは一体誰だ。お、来たぞ。いや違うなこれ草だな、これ草を示してる。草じゃない、草じゃないよレンズちゃん、草じゃない、いるんだよそこに。まあ草に擬態してんだけどさ。お、ぽいのが来たけど、あー、これぽいね、似てるね。
ブログとかが出てくるみたいですね。あ、ハグロトンボだハグロトンボだこいつ。あ、飛んでたもんね。いっぱい飛んでた。ハグロトンボ、これはハグロトンボっていうことが分かりました。あ、雲が出てくるね子守雲、雲ではない、これはヤゴです。あ、カニが出てくるカニじゃない。あ、似てんだよな、やっぱヤゴ難しいな。ダメだなこれ、ヤゴ図鑑買った方がいいかもなザリガニ、うん、ザリガニですね。はいオッケー。あ、こいつはな、出るやろさすがに。こいつはいけると思う。ドンコは、あ、ドンコ、あ、ドンコ出ますね。うん、ドンコはね分かると思う、割と特徴的だしね。え、はい、川吉登り、東吉登り、まあやっぱりそこら辺の吉登り、黒吉登り、うん、吉登りの中でも何類かまではさすがに同定できないという感じですね。ここら辺ちょっとややこしいしな、あんまり僕もあえて同定してないんですけどね、詳しくは。はい、沼むつじゃねえぞ、川むつだぞ。あ、沼むつ出た沼むつ出ちゃったな。あ、そっか、やっぱ沼むつ川むつまでは同定できないっぽいな。トゲのあるやつですね。もうガサガサしてるときトゲがあってすごいうざいと思ってたんですけど、これノイバラっていうみたいですね。はい、まあバラですね。へー、え、待って、赤い果実は利尿や便秘の治療に薬用にされるって書いてある、すげえ。へー、トゲうぜーってずっと思ってたんですけど、ちゃんとそういう薬用にもなってるんですね。ノイバラでした。こんなんなかなか意識してみないですからね。これはいいですね、ノイバラと、あとはヤゴの殻、ヤゴの殻から同定できるのか。あ、無理だなやっぱ無理か、さすがに殻は。ヤゴの殻の同定はできないです。海外のなんか虫が出ましたね。やっぱ Google の検索なんで、どうしてもちょっと海外の虫とかも出ちゃうんですよね。それは一つ難点でもあります。あとはこれ、テントウムシ。お、ナミテント出ましたね。テントウムシは同定することができましたよ。すごいな、テントウムシ同定できるか、いいね。これで結構僕も知らない生き物いっぱいいるんでね、これ使ってどんどんいろいろ知識を増やしていきたいですね。さあ、という感じでいかがでしたでしょうか。今回はね、 Google レンズを使ってね、いろんな生き物をね同定していきました。いや、どうですかね、結構ね幅広いね、植物とか魚とか、あと昆虫とかもね、いろいろ分かりました。これね結構幅広くて、もう別に今回はね生き物に限ってのお話なんですけれども、こういう例えば商品とかもね全然検索することできるんでね、これ写真撮ってみるとめっちゃ面白いと思いますよ。はい、今ねこういうご時世なんで、やっぱこういう自然の中でね遊ぶのもね非常に面白いと思いますよ。で、今回見てくださっているお父さんお母さん方ね、ぜひねお子さん連れてね外に遊びに行ってね、この Google レンズでねいろんな生き物を同定してみるのいかがでしょうか。これめっちゃ面白いと思いますよ、本当に。詳しい必要もないですしね、図鑑とかもうわざわざ持っていく必要もないので、携帯一つでねこういう風に同定できたりするんで面白いですよ、うん、ぜひおすすめします。あとはね、いつも見てくださってる生き物大好きな方々、本当にいつも動画ご視聴ありがとうございます。この携帯さえね一つあればね、こういう風にいろんな生き物のね、同定できるのでね、詳しくなれると思いますしね、より、自然の中での遊びがね楽しくなるんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、ぜひ、明日から外に行ってですね、生き物バンバン同定しちゃってください。よろしくお願いします。はい、ゴミあんま落ちてなかったです。で、この中ほぼザリガニ入ってます。ザリガニがね多分100匹ぐらいいると思うんですけども、これはうちの我が子のペット用に、持ち帰りたいと思います。それ以外は全部リリースしてます。はい、で今回の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、高評価等もぜひよろしくお願いします。励みになります。はい、ではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。